はい。どうも皆さん、こんにちは。デプス、今回もやっていきます。で、前回人間だったんでね。まあ、今回はサメをやっていきたいところなんですけど。まあ、人間だったら人間だったで、違う武器を使っていくとか、いう形でやっていきたいと思います。さあ。やったことないステージだな、これ。ブルード&ゴード。血と、お金っていう意味かな。ガレオンっていうのがステージの名前かな。さあ、来ました。一人が接続されてないな、この方。どういう状態だ、これ。で、まあ、ダイバーがスティーブを守ると。前回もね、字幕で説明したんですが、スティーブを守る。うん。で、オープンド、なんちゃらかんちゃらと。うん。何かを開けるのを助ける。お、来ました。人間側ですね、今回。で、前回カルロスだったんで、まあ、右の方にいるこの方で行きましょうか。マリッサっていうのかな。よし。さあ、やっていこう。で、武器が前回これ買ったんだよね、確か。で、今回これ行こうか。スピアピストル。スピアピストルってことは一発しかないってことかな。連射はできないよね、多分。あれ？サメ3人になってる、これ。ちょっと待って。サメ3人。あ、それ、厳しくないか、それ。行くしかないんだけど、実際。さあ、来た。え？あ、4人いるね、ちゃんと。あれ？あ、4人いる。なんだ、焦った。おー、すごい動きしてる。何、その武器。何、なんか、いろいろ武器持ってる、この人。なんだ、それ。何の武器だそれは。行こう。早え。でね、これやってて気づいたんですけど、こういうのね、こういう財宝をこれ取って、で、これをスティーブのところに持ってくんですよ。そうすると、お金にしてくれる。ちょっと待って。まずいな。早い。ほら、いけ。いや、スピアガン当てたけどね、あれだね、スピアガン威力は高いけど、あんまり練習できない。ちょっと待った。よし、倒した。あ、強いな、スピアガン。さっきちょっと当たりどころか。やべ、今回のサメ強い。まずいな、これ。今回のサメ相当強いぞ、これ。サメ倒す感じでやっていかないと。来いよ、ほら。来いよ、ほら、ほら。いっ、よいしょ、いけっす。うるる、厳しい。1.5 キルしてるね、今。さあ、来い。オッケー。あ、スピアガン威力高いな。ほっ、ゲー、くそ。いやー、厳しい。敵相当勢い強いね、今回。まあ、サメもね、すぐリスポーンできるんで、もう攻め続ければ、本当 に人間をね、押し倒せる。あんまり出ない方がいいな、これ。出ない方がいい。ゆっくり静かにしとこう。ほっ！何？おっ！オッケー、ナイス。ナイス、味方。財宝あるな。財宝取ってこう。財宝取って、これを、サメすぐ来るから。これ9で預けると、お金にし、できるんですよ。で、今2個預けたんで、200円分ですね。750円になりました。あれ、1750円なんだ。あ、ちょっと。くそ、おら、オッケー、倒した。あぶねえ。あー、ちょ、早い。味方今助ける。おら、くそ、いやあれだね、スピアガンは正面から当てるとかなりダメージが高いのかな、多分。当てた。当てたけどどこ行った？わからん。どこなんだそれ、どうやって行った？ちょ、サメ来てない？来てる。おっ！くそ！オッケー、倒した！ナイス！どこだ？あ、スティーブそっちか。回復ある。メディック。メディックこれ、E で使う。オッケー。ちょっと待って。この中行きたい。いけない。やべ。やべ。絶対来てる、これ。絶対来てる。いやー！くそー！
でもスティーブにはダメージ与えられてないですね、あんまり。前回こっち買ったから、こっち、ちょっと前回買ったやつよりは多分弱いけど、これ買ってこう。よし来い。どっちにしろマシンガンだからね、やっていけるでしょ。ほら、ナイス。ナイスナイスナイス。さあ来い。来い。怖いな、来た。早すぎる。おら、オッケー。いいよ。味方いい感じだ。早い。オッケー。早い。敵の動きが早い。オッケーオッケー、いい感じ。いい感じ。おら、オッケー、だいぶダメージが出た。うわ、くそ。おら、いや、死にそう。えぎ、まずいな。人間側1ってなってるけど、あれは何なんだ。1対16？え、なにこれ負ける？まさか。0対15っていうのは何なんだ一体。上の方に書いてある。やつは。なんだ。くそ、早い。早すぎる。おら、いやー。You can't respawn。 あ、チケットがなくなったんだ。え、チケットどうやって手に入れられるんだこれ。この人しか今いないのかな。食われたら終わりだね。うわー、死にすぎたってことかな。ちょっと端っこの方にいる。あー、撃ってるね、撃ってる。おー、倒した。いいね。お、強いぞ、この人。位置的に見えないな。FPS になれないのかな？ FPS にはなれないね。さあ、チケットはどうやって回復するんだろう、一体。お、回復かな？あ、弾だね、弾を見つけた。さあ。来てる来てる。サメがどんどん押してるぞ。見に来た。あー、食われた。はい、そんなわけでシャークズブインということで今回負けましたね。いやー、強いな今回のサメ。ちょ、もう一回行こうか。もう一回行こう。で、ちまちまやったらね、なんか武器をアンロックしたとか、なんかそういう表示が出たんですよ。うん。ファインドマッチ。その武器をアンロックしたっていうのは一体どこで確認できるのかが、全然わかんないんだけど。さあ来ました。あ、これも新しいステージっぽいね。デプスね、なんか面白いんだよね。ハマっちゃったね、これ。武器をこうゲーム内のコインで買うっていうのがいいよね。無駄に課金制とかがないんでね。うん。さあ、今回はダイバー、シャーク、どっちだろうね。そろそろシャークやってもいいんだよね。エボルブっていうゲーム皆さんご存知ですかね。あれ、これ前回言ったかな、もしかしたら。うん。エボルブっていうゲームもこう、モンスター1体、VS、人間4人っていう。ゲームなんですけど、まあ、あれに似てるよね。このデプスのね。うん。サメ2体 VS 人間4人というね。まあ、モンスター1体だとちょっと心細いんだけど、サメが2体、モンスター側が2体なんで、まあ、そう考えるとモンスター側もやりやすいかなと。おっと、今回サメですね、ついに。さあ、どれを選んでいこう。これね、スピードとか、アギリティってなんだろう。攻撃力的な。それで見るとね、これがなんかすごい、スピードも速いんだよね。で、これが、攻撃力かな、これ、一番上は。攻撃力。ってところで見ると、ハンマーヘッドが結構バランスで、ね、バランスタイプかなと。うん。
タイガーかな？なんかなんとなくタイガーがすごい使いやすそうな気がするんで、タイガーで今回いきます。で、スキンはね、購入することができるんですけど、ないので、デフォルトで、やっていこう。よし、コンティニュー。で、ここでなんかこう、DNA をいじれるんですよ。多分ね、なんかそういう、細胞活性化とかそういうことなんだろうね。これも進めていくと、どんどんね、こう、プラスしていけるようになりますね。さあ、来た。サメは、どっから始まるんだろう。ここも多分やったことないステージですね。さあ来た、サメ。仲間もいます、ちゃんと。で、相手のチケットが29で、こっちが30ってことだね。まあ、サメ、一体、人間一人倒してやられるっていう感じだと、チケットがなくなっちゃうんで、どんどん攻めていく感じ。おら！よし、一体やった。オッケーオッケーオッケー。で、今ちょっとね、こう、加えてマウスを振ったんですよ。サメはね、こう、加えてマウスを振んないと、人間にダメージを与えられないんで、そこら辺ちょっと実況向きではないんだけど、マウスを振っていきますんで、そこら辺よろしくお願いします。ほら、こんな感じで、上にマウスを振れっていう風に表示が出るんで、マウスを振ると、こうね、口を動かして、まあ、それで、噛み切ることができますね。で、こういうね、この赤いなんかこう、点滅してる部分、これは壊せます。こうやって、体当たりで。体当たりで壊していくと、ここ行けるようになるんじゃないかな。ナーブってこう行けるようになる。来た。これで攻めていく。おー！にゃー、惜しい。惜しい、惜しい。仲間に任せよう。あー、ダメか。DNA いじってこう。これが多分、体力が上がるのかな。ハングリー。これわかんないんだよね。ちょっと、レベル2にしよう。OK。進化した。多分進化した。で、E でね、右下になんかこう、ね、技みたいな出てんだけど、あれが、すごいすごいすごい。こういうことだ。すごい、今見えなくなった、一瞬。ほんとに一瞬、もう2秒ぐらいだけど。こういうアビリティなんだ。敵に近づいて、見えなくなって、おら、よし、よしよしよし、いい感じいい感じ、今のすごいいい感じ。 サメのプロいけるね、これ。サメやっていけるな。なんかこれ何、この黒い幕なんだこれ。 You have a bean、 ちょっと待って、英語読めねえんだ。 よいしょ。こういう餌を食べて、左の体力を回復すると。右のオレンジのがスタミナで、左のが体力ですね。これ何？ぶつかる？この黒いやつの中に入っちゃダメなの？入っていこう。あ、これここ壊して。ほら、スティーブ攻撃していこう、スティーブ。ほら、惜しい。人間のチケットを減らすか、スティーブを壊すかのどっちかなんで、ね、スティーブ壊していこう。あ、これ5秒になったんだ。いいね、いいね。5秒になった。さっきまで3秒だったんだね。うん、やっぱりスティーブを壊していった方がなんかね、いい気がするんだよね。人間を倒すよりも。人間集団で来るとほんと強いんで、どうしようもない。おー！ OK！ 2体目、2体目いける。 OK、OK！ 2体目いった。逃げろ。逃げろ、逃げろ。OK、OK！ OK、OK、OK！ いい感じだ。こういうの楽しいよね。連続キルできた時の快感。新しいかわかんないけど。餌になってくれ。あ、めっちゃいるね、アザラシ。スタミナがない。よし、体力回復。どこだ。サメのね、動きもリアルなんだよね、本当に。うわぁ！惜しい。あー、スティーブが減んないね。やっぱスティーブ減らすのは難しいのかな、結構。20ポイントあるんで、こことかやっていこう。どれだかね、どれがなんだかわかんないんで、とりあえず適当に 適当にアビリティやっていく感じなんだけど。
ほしいよ。相手のチケット減ってってる。この分でいくと、まあサメ一回死んで人間2匹、2体倒す感じでやっていけば、全然勝てる。うぅ、しょろ、あー惜しい。くっそ。今の突っ込むのはダメだったか。ポイントがゼロ。人間を倒すとポイントがもらえるのかな？多分ね。仲間の連携ともね、仲間の動きを見て自分の動きを決めていくっていう感じでもいいんだよね。孤立してるやつ、孤立してるやつ狙っていく。あれ倒した？オッケーオッケーオッケー。あー、くそ。15対21ですね、今、チケット。スティーブも結構減らしてるね。でも5分の1くらいか。スティーブ壊すのはやっぱ難しいのかな。ステルス。早かったか、ちょっと。おら、うわ、うえーい。まずい、チケットが。あー、1体倒したね、味方。7.4 キル。味方11キルしてる。いいね。まずいね、チケットがちょっと迫ってきたね。これ負けるかもしんない。まあ、サメ前やった時負けたんだよね。うん。結構難しいんだよ、サメ。こら、マウス勢いよく振ってく。マウス、どここれ、あー、いやー、12対16。ずっと4ポイント差がついてる感じか。オッケー、進化した。まあ、サメによってこの E で使えるアビリティっていうかスキルもね、違うんで、そこら辺もね、だいぶやり込んでいけるよね。こうだ。よし、いいよ。ちょっと、やめて逃げよう。逃がして。え、なんだ、体力がなんか緑色になってるぞ。毒？あ、でもちょっと回復してってる。あ、毒じゃないね。自動回復できる割合の部分かな、あれは。よし、こんぐらい体力あったら十分でしょ。あー、ちょっとチケットが減ってきてる。スティーブ移動してる、スティーブ移動してる。うら、うら、よし、いった。うわ、10対13。いや、接戦だぞこれ。あれ、スティーブなんか治ってない？スティーブの体力戻ってるよね、ちょっと。エンジニアとかいんのかな、人間に。そういうあれなの、まあ、もしかしたら人間5人いるんで、こういう分けられ方ももしかしたらしてるのかもしれないです。うら！よし！逃げる！オッケー。オッケーオッケー。逃げんの早い。右クリックでこの早く移動するので、左クリックでまあこの噛みつくっていうやつですね。右クリックで逃げれば、逃げまられますね。うら！オッケー、外に持ってった。外に持ってった。逃げる。逃げる。オッケーオッケーオッケー。逃げる戦い方だね、これ。4対11。あと4人やれば倒せるぞ。勝てる。うーわ、これ。あ、惜しい。いやー。これはいける。これはいける。おっと、いろいろ出てる。パワフルテイル。強くなれそう。名前的に。これやろう。パワフルテイルってことだから、やっぱり攻撃力とか上がるのかな。今行くぞ、味方。セルス！うぅぅ、いや、オッケー、一体やった。オッケーオッケー。このままで行けば勝てる。いいよ、1対9まで来た。0対8。勝った？あれ？なんか動けない。勝ったんじゃない？いや、あ、今生きてる人間を全員やれば多分勝てるんだ。生きてる分が最後だ、多分。うわ、よし、オッケー。で、ちょっと逃げつつ、ステルスしつつ、うわ、
オッケー、いいよ、味方最後の一人だ、俺にやらせてくれ。うらよしよし、そんなわけでシャーク勝ちました。いや楽しいな、シャーク今レベル5だね、全体的なレベルが。まあ、人間と多分これシャークじゃない、シャーク合わせたやつだろうね。なんかわらわらわらって歌ってるけど、勝手に歌ってた。ふぅ、はい、そんなわけで今回人間側と、サメ側プレイしてみました。ご視聴の方、あ、ほらほらって言っちゃったけど、タギングアンロック、これなんだ、キープアンアイオンアトラブルサムシャーク、サメを常に見てられるみたいな、そういうアイテムかな。こうやってレベルが上がっていくにつれてね、このアイテムを入手できるんですよ。このゲーム内のコインで買えるアイテムがどんどん増えていくんで、それすごい楽しいよね、本当に。まあ、これは人間側のアイテムだろうね、多分。そんなわけで今回サメ側もプレイしてみました。ご視聴の方ありがとうございました。次回の動画もお願いします。